はい。ユうのエや,やさん。こんにちは。カブサンベルギーにもインドカレー屋さんはあるんですね。でもカラスリですか辛い食べ物は喉が、えー、けるらしいですよ。うん。日本人の女性の声が海外の人より高めなのは、辛い食べ物をあんまり食べないのもあるらしいですよ。日本のカレーも外人の人に人気みたいですよ。うん。なるほど。やっぱり日本のカレーって、まあ、カレーって言うんでしょうかね。ちょっとなんかあの、 うん。あのイ、インドが本場のカレーな気がするんですけどね。うん。あの、辛い食べ物を食べると喉が拭けるんですね。でも、けると、あの、どうなってしまうんですかね。うん。なるほど。かぶさん、7月24日はスポーツアルバの日だそうですよ。フィギュアをするかブさんにぴったりですね。えー、スポーツアルバマ,マッサージっていうのがあるみたいですよ。か、え、ぶ、ー、さん、体験したことありますか いつも陸上フィギュアとか、えー、散策とかで歩いて足が疲れそうなカブ、えー、さんにも良さそうですね。マッサージは気持ち良くて眠ってしまいますね。うん。いいですね、これね。うん。これやってみ、やってみたいですね。やったことないんですけども。どんな感じでしょうかね。ある、アロママッサージなんですね。うん。なんか、なるほど。普通のマッサージとは違うんでしょうかね。うん。いや、その通りですね。あったらやってみたいですね、これね。 うん、必要ですね。特にあの、昨日は、えー、小指が痛かったので。アトビようさんよろしくお願いいたします。かぶくんこんばんは。今日7月23日は、えー、これ昨日、昨日ですかね。はい、えー、っと1日、えーえー、うちの、えー、市で花火大会がありました、えー。小さい市なんで1時間くらいの花火大会。花火打ち上げまで行くと帰りが遅くなるんで、旦那の、えー、会社の近くで花火が打ち上げられるんで、 会社で車を置いて、近くの芝,芝生で新聞紙を引いて、家族と花火鑑賞、旦那の会社も少し花火を打ち明けるために寄付したんで、スターマインの時、会社の名前がアナウンスされた、ご社共同社の共同の中の医者だけどね、4年ぶりの花火大会はとても楽しかった。 うん、日本の風物詩も久しぶりに見れ,見れてよかったえ。カブクンベル級にも花火打ち上げる習慣はありますかえフィリアスケとの話なく失礼しましたいや。あんまりないんですよね、やっぱね、うん。特に夏は花火がそんなに打ち上がるっていうことはないですよ。うん、あの、前もね、あのー、やっぱりこう、年が、まあ、大晦日の日に、えー、花火が打ち上がるんですけども、あんまり日本のように花火はたくさん打ち上がりませんね。 うん、えー、マイク・バーティラーさん、よろしくお願いします。カブ君、こんばんは。えー、昔、カナエとディナンの崖の上の要塞に行きましたが、あそこは不気味だとカナエは言ってました。うん。あとなんかそんな感じですとやっぱね。置いてあった戦車は対戦中のもんで、星のマークがあるからおそらく米軍のもんでしょう。うん。北、北ドイツでは一般、 一般道を演習に向かう英国軍の戦車に出くわしたことがあります。えー、通常は道路を傷めるんでトレーラーに乗せて移動するのが一般的です。なるほど。大抵は作物と借り入れが終わった秋によく演習やってますね。本当ですかあのー、見たことないですね、僕はね。でもこれド,ドイツなんですね。うん。なるほど。なんか星のマークがあった、えー、ある、あのー、戦車。ところどころにありますよ、確かに。 なんかこの町は、なんか軍と関係あるところなんでしょうかね。うん。確かにリナン、ディナンの要塞、なんかちょ,ちょっとねな、なんとなくいい気分にはならなかったですね。うん。ユーのヤヤさん、カブさん、ベルギーの人の,ゆで,のゆ,であゆで卵の食べ方は変わってますね。あとは、コがでかいですね。うん。で、 お部屋も映画に出てきそうな部屋ですね。えー、久さん、雨の中行ってきたんですね。お疲れ様ですね。廃墟の後ろもなんか、えー、映画に出てきそうですね。えー、何か感じましたか川さん、ギロチンはどうでしたかえー、貴重な体験でしたね。うん。後ろにあった人の像が怖かったですね。いや、本当なんですよ。あの像何なんでしょうかね。あれ、妙に気になっちゃって。あの、一番気になったんですよ。あの像がなんか、結構なんか変な感じがして。 あれなんか雇ってんのかなっていう気がしましたね。で、あのギルチン、あれなんか本物らしいっすね。なんかね。うん。いや、ちょっとあれなんか、あの、やった後に僕お,お祈りしましたからね。あの霊がつかないようにね。うん。ジーザスっていう感じです。たんになんか。うん。で、あの卵でかいですよね。うん。あれあんなでかいのは、えー、初めてでしたね。うん。ベルギー人のゆで卵の食べ方はああいう感じでなんか、 不思議ですね。うん。え、かぶさん、お城の中に、え、拷問部屋を作るっていう発想がすごいですね。うん。なんかあれ、お城、なんかね、昔結構恐ろしいですよ、なんか。うん。でも、かわいい動物もたくさんいましたね。ふれあい動物園みたいでいいですね。うん。え、かぶさん、綺麗な花もたくさん咲いてますね。植物にも霊が宿るんですかそれからすごく変わった蝶もいましたね。うん。それから封印された教会も不気味だけど魅力的ですね。 えー、夜に行ったら怖そうです。えー、確かに、カブさん、えー、階段をたくさん登って疲れませんでしたか、私も行ってみたいと思いました。うん。あのー、結構ね、結構、あの、動画の中では、ちょっとどこまで伝わったかわかんないんですけどあの、結構ね、歩きましたよ。あと、山あり、山行ったり、うん。ちょっとこう、ね、起伏もあったりして、でも昨日ね、もっと雨降るかなと思ったんです。意外と降んなくてよかったなって思いますね。うん。 はい。っていう感じでございますかね。あの、そうで、昨日、あれ、お城ね。うん。あれは一体な、あのー、なんかね、ああいったところで昔戦争が、なんか、戦争というか、まあ罪、罪人とかがね、結構、こう、いたらしいですね。うん。植物とかにも、やっぱ、むしろ植物とかの方が、あれ、宿ってるんじゃないかなって気がしますよ。なんとなく。うん。はい。えー、さらかえさん、おはようございます。今朝は晴れています。うん。本日24日は、 劇作の日でしょうかね劇作劇、劇画の日かなの日です劇。劇画の日かなうん、えー。徳島県の予想最高気温は32度です。うん。宮城県に関しては予想最高気温31度です。あ、宮城も上がってきましたね。はい。ちょっとやっぱ暑い日が続いてますよね。うん。そして、日本よりニュースです。大崎駅での信号装置故障の影響で、 山手線全線で朝の始発から運転見合わせになっているという一報が入りました。うん。現時点で復旧の見通しが立っていません。もし山手線を利用する予定の方がいらっしゃいましたらご注意ください。おお、これはなぜでしょうかね。あの、結構大変ですね、朝からね。うん。山手線がダメな場合は、まあ、京浜東北線だったりとか、埼、まあ、京線だったりとかを駆使してし駆使していくっていう感じでしょうかね。うん。 ヨウさん、よろしくお願いいたします。カブくん、おはようございます。拷問部屋、蒸し暑くて目覚めたら涼しくなりました <laughs>、えー。怖いけれど、人の行いの歴史ですね。うん。日本にも数々の拷問がありました。えー、自然に、咲、え、く、ー、花は、弔、え、い、ー、の心で咲いているのかなあ、そう考えた方がいいですね。うん。あ、そういう、そっち、かそういうふうに考えた方が良かったかもですね。カブくん、淡々と入っていくのにびっくり。うん。エッグスタンドは昔集めて、あ、本当ですか。エッグスタンド。 えー、は、あの、外国の朝食の様子を見て憧れて、でも半熟に入れるのが下手くそと、手で剥いた方が早いので使わなくなりました。すごい確かにですね。あの、本日、えー、朝6時の22時で曇り、29度まで上がる予想。うん。えー、今日から月末モードで忙しい。だから、えー、っと、癒やしの株君を見て、なんとか乗り切ります。うん。今日も新鮮な動画と株君の笑顔にありがとう。暑いです。 株くん皆さん、体調に気をつけながらお過ごしくださいね。背骨、うん。はい。いいですね。なんかね、暑くなるんですね。うーん。でも、すごい歩くんだったら数週はいいですけども。いやー、ちょっとなんかいいですね。ずっとこっちはもう20度前後ですからね。昨日20度はいったのかなっていう感じで。ちょっと肌寒い日が続いてるんですけどね。昨日なんか流されててなんぼな感じだったから。ほんとそんな感じ。エックスタンド。なるほどですね。うん。 はい。外国の朝食ね。うん。まあ確かに日本の拷問っていうのもなんか、ひどかったっていう話聞きますからね。いろいろね。うん。昔はそういうことなのかな。うん。拷問だけの、拷問だけの話をその本当にいっぱいありますからね。本当にね。うん。 はい。えー、レモンミカンさん、よろしくお願いいたします。カくん、おはようございます。えー、神奈川県は今日も31度。カくん、タイガーガーに出会えてよかったですね。うん。タイガーガーって、これ、僕、初、初めてだと思いますよ。うん。本当なんですよね。なんか、一人りがに似てるなって感じましたね。一人がっていうガが,がいるんですけども。多分一人ひがの仲間でしょうかね。なんかね、あの、冬に活動するからしいですよ。うん。これ、すごく嬉しかった。あの、タイガーガーガー。 うん、ただ、できれば、オレンジを出しているところを見たかったんで、ねえ、ちょっと、もうちょっと見てみたかったな、っていう気がするんですけども、これは飛んでくるとびっくりしますね。うん。で、この側、なんか、中高生で昼に活動するからしいですよ、なんか。うん。で、この、えー、城跡はかなり古そう。えー、中世よりもっと古そうな遺族の、えー、貴族のですね、えー、家系の城だったのかな。うん。神聖ローマ帝国の、 フ,やフランク王国の頃からかもしれません。それに大きい城ですね。うん。多分古いと思うんですよね。で、ベルギーとフランスとドイツの交差するアルデンヌの岩山に、漁師様の館があったっていう感じで、周りに村がある。えすぐさまにカトリック教会がある。でもひっそりと山の森の,山の,森の中や町にはマリア信仰がありましたね。うん。古くからはえマリア信仰だったのかもしれませんね。 山あいの町がじっくり落ち着いて上品です。西欧は、えー、階級社会でもあるからかわかりませんが、そんな真っと感じました。うん。このところどころでは封印された、えー、なんか教会っていうのがあるんですよね。で、山を切り開いたちょっとした動物園。フクロウやイノシシ、カやイノシシ。山だから羊ではなくてヤギ、ロバ、鶏など身近な動物園ですね。うん。ヨーロッパのバッファローが可愛いです。あのバッファローはね、結構、あの、うん。 で、イノシシ、シカ、ウサギカマは、昔から、え、狩られて食料になってきた野生動物です、自生をしているオレガノを肉、肉料理に使ったのかも。うん。えー、動物たちを、の、動物たちに草を食べ尽くされてるんで、大雨が降ると、鉄砲水が出て危険かも。 うん。木の立ち枯れも気になりました。も確かにですね、あの、鹿がですね、えー、鹿とかが木の幹をかじってて、結構あれは危ないっていうのを僕はあの学びましたからね。あの大,学大学の時の教授があのそういうふうに言ってました。鹿のせいで、えー、立ち枯れになってるんだよって言われて、あ、そうなんだっていう感じでしたね。うん。えー、旅行者向けの赤い乗り物も走ってましたね、えー。サニア層のカンパニラやハーブのオレガノが自生してるんで、 量な産地で霧もも。出るかもうんこのまさに霧っていうところがね、肝心なんですよね、うん。今日ちょっと朝からそういう感じで素敵な映像撮れましたよ。で、ジキタリスも自生してましたね。うん、で、 ホテルの朝食のエッグスタンドの割り方を教わってよかったですね。あれあんまりお客さんがいませんね。うん。皆さん、キャンプしてるのかしら。え、カブ君とお友達はお料理のいいお客さんですね。<laughs> え、朝を避けてゆっくり長期滞在したい。え、つ,つつましやかな、あの、ね、お待ちです。うん。そうなんです。今日ね、本当は帰る予定なんですが、ちょっとどうしようかなっていう感じですよね。うん。お客さんね、実は結構、結構いたんです、いるんですけど、あの、僕が、 結構早く行きたかったんですよ。うん。結構レストランが苦手なんで、人が来ちゃうと苦手にな,なっちゃうんで、結構早めに本当に朝一番っていう感じですね。うん。なので、その時はあまり人がいないっていう感じなんですよ。うん。天村様、よろしくお願いします。おはようございます。エッグスタンド、日本ではあまり使ってませんね。うん。僕も多分初めてだと思います使ったの。あの、ベルギーに来てからも多分初めてですね。 うん、でも、あれ、なんか、あの、エッグスタンド、あの、エッグが落っこっちゃったら、なんか、どうやって取るんだろうなって、ちょっと思ったりして、なんか、意外に使いづらいのかなって、ちょっと思いましたけどね。うん。ちょっと、ちょこちょこだったりするんで、なんか、あの、お湯に入れた瞬間、落っことしたりとかね。うん。で、YouTube で食べ方を見て調べたことあるんですが、半熟が普通なんですよね。なるほど。スプーンで上をスコーンを叩いた,た,た,たり、あ、スコーンと叩いた,たり、 殻が散らばるような豪快さが面白いんです。方法。でも、手が汚れないからいいかもです。あ、でも結構汚れましたよ、逆に。なんかあの、えー、だっけ、多分僕が下手くそなだ,だけかと思うんですけども、なんか卵をこう、取るときに、うん。卵が割れてね、あの、は、あのは、はなんだ、端から吹き出してきたから。なんかそれで結局汚れましたね。うん。まあ確かに、あの、卵にもよるかなって感じますね。なんかね、ちょっと半熟だったので、うん。 ねでも、ベェルギー人は結構にきれ、結構きれいに食べてましたからね。うん。やっぱ、あれかな。日本人とのェルギー人の卵の食べ方違うんでしょうかね。うん。はい。ヨウさん、よろしくお願いします。かぶくん、お疲れ様です。え、ヨウさん、よう子様が花火の、えー、お話しされてましたんで、北海道の観光アピールをしますね。東夜港温泉では毎晩花火をあげます。あ、本当ですか毎晩開げてるんですね。すごいですね。露天風呂を見るのもよし。えー、湖畔や、 えー、部屋から見るもよし。うん。以前は冬も花火があって、澄んだ空気の花火は美,味し,か美しかったな。えー、暑くて辛い方はぜひとも北海道にいらしてください。ただし、いぶリ道東や、いぶリ道東や稚内は通信ですが、えー、札幌、旭川、帯広、北見あたりは覚悟してください。暑いです。あー、なるほど。うん。えー、せこの北見っていうところは、北って書いて見るっていう感じなのにあ、あの、暑いですよね。北見ってほんと暑いですよ。 うん。多分、あれは、あれかな南からの空気による、お骨、あの、あれかなえーえー、フェーン現象とか、盆地とかなんでしょうかね北見って結構有名なんですよね。暑いで。でも、冬は多分めっちゃ寒いとは思うんですけどね。でも、毎年花火、あ毎、毎晩花火上がってるんですね。うん。なるほど。えー、マザールギアさん、よろしくお願いします。あ、これはフィギュアスケートの話。後でちょっと紹介していきますね。 えー、マイク・マーテラーさんも言ったです。かぶくん、こんにちは。えー、自然の中での、えー、自然観察、楽しりそうですね。えー、故障探索、面白そうですが、いっぱい例外そう。いや、多分いましたね。なんかお腹が痛くなって、お腹あたりがちょっと痛くなってきたりとか、なんか、気のせいかもしれませんが、なったりとかしましたからね。うーん。ちょっと本当に、かぶくん、あ、そして案の定を例外なく、あの、 拷問部屋ありましたね。うん。歌舞あんなとこに頭に入れればちょんぎられますよ。あれって、やっぱちょんぎるやつでしょうかね。なんかちょっと、うん。ね、近くにあった石に掘られたレリーフ。あれ、きっと処刑人ですよ。なるほど。やっぱですか。やっぱですようね。あれ、あの石、ちょっと本当になんか怖かったんですで時代的には、中世のものがな、ちゃんとベルリコティが飾ってあるからですね。うん。あの、管理はされてるんでしょうね。 うん。アルデンヌ校長は第一、第一、第二ともに、ドイツ軍の進撃路になりましたが、きっと死人も多いはずですよ。うん。変なのがついてこない、来ないように用意注意ですよ。いや、そうなんですよね。ほんとその通りで、ついてきちゃったかもしれないんですよね。ついてきた可能なあるんですよね。で、あの、このね、まあ、この街か、そんな遠くないところに、まあ、以前行った、あの、ビエザルムって言って、なんかその古い、 魔女っていう街があるじゃないですか。ある、あるんですよね。で、その街も変な感じがしたんで、多分やっぱドイツ軍の進撃量になったから多分なんかそういう変な感じはするんでしょうかね。それすごい感じましたね。うん。だかリレイチャータもそういう気がするんで、なんかあの、この辺はそんな感じなんでしょうかね。なんか恨みの感じがあるんでしょうかね。うん。なんか取り憑かれた感じがね、あるかもしれない。うん。 フロスキーカラカラさん、よろしくお願いします。カブくん、こんにちは。え、有利が出ても、古城に行きたい。うん。まあ、日本も外国もえ、基本遺跡には、い、あの、ありますよね。あ、は、いますよね。うん。あの、日本は、どういう場合が、天国が近いところに行きたから人たちがいて、山は遭難騒ぎになっています。 なるほど。なぜだ。えー、確かに、警察と自衛隊は、ただですが、あれは税金。一回の相難で1000万円くらい買うことも当たり前。冬山だと、えー、3000万兆。うん。これ遭難した場合っていうのは、えー、あとで、あのー、もし、あのー、ね、えー、そういった救助隊が出た場合っていうのは、お金払うのっていうのはあれなんですかね。あの、うん。あとで請求とかないんでしょうかね。 うん。ね長野県はあんまりにも多いんで有料化されていますが、夜逃げされてる方も結構います。夜逃げ。なるほど。うん。で、この一週間でどれだけの人が亡くなったかっていう状態です。何が起きてるのかわかりません。雪が降ってないのに。え、本当ですかえ、今日本で結構遭難してると思うんですかなんか、川での事故は、あのね、YouTube で見たんですけども、あの、山で遭難をしてる人多いんですね。なんでだろう。なぜでしょうかね。うん。 これはちょっと気をつけてほしいですね。うん。よくスキーのコースなんかね、あの、コースでないとこ行っちゃったりして、ね、事故にあったりとか、亡くなったりとかね、聞いたことありますけども、山根遭難になってるのなぜなんだっけっていう感じがするんですけどね。昔なんか、東京だったから、どっかの川で、あの、多分山間部の川で、えー、日の村だった、日の、まだ、日の村ちょっと、黒川ダムか。 あ違ゃ、黒川ドじゃなええっと、黒川かの、なんかそういったカドで、ねえ、昔あの、なんか、あの、なんか中州に取り残されて、注意したのに変わらず、なんか流された人いましたよね。キャンプ中にね。うん。みんな、なんか避難しろって言ってんのに、大雨注意報とか警報とか出てても、熱帯低気圧とかがなんか来ても、なんか全然避難したかった人がいて、結局流されちゃったんですよね。あれ、テレビで中継して流されるシーンまでなんかありましたね。あれ、ああいう人もありましたよね。 うん、というわけでありがとうございました。